はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、明けない夜に、今回で2回目です。衣装の途中からです。俺たちはマンションの外へと出てきた。心なしか空には先ほどよりも重い雲が垂れ込めていた。どうする？話す。誰と話す？管理人。すみません。俺は管理人に再び声をかけた。ああ、さっきのどうだった？ええ、やっぱり中には誰も。そうか。実は私も杉沢さんのところのポストを調べてみたんだけど、管理人は俺たちに2日分の郵便物を差し出してきた。ほとんどはダイレクトメールだが、その中に金融会社からのものが1通あった。部屋で見た金融会社とはまた別のところだ。借金してたの？杉沢さん。え、その…まいったな。まさか夜逃げでもしたんじゃないだろうね。いえ、違うと思います。思いますって。大丈夫なんだろうね、こっちの家賃は。はい。あの、万が一の時は私の方でお支払いしますので。そうならいいけども。管理人は途端に安心したように息をついた。しっかりした管理人だな。普通じゃない？どうする？持ち物か。Y ボタンで持ち物を使います。ユージの部屋の鍵使う。ありがとうございました。ああ、はい。俺は借りていた鍵を管理人に返した。どうする？話す。誰と話す？管理人。何を話す？ユージの車。こちらに杉沢さんの車はありますか？ああ、あるよ。ほら、それだ。管理人は駐車場の中にあるカバーのかかった車を指さした。どうする？見る。何を見る？車。俺は管理人に教えられた車を近くで確認した。カバーにはだいぶ埃が積もっており、長いことこの場に放置されているようだった。どうする？話す。誰と話す？管理人。何を話す？ユージの車。あの車はしばらく使われていないんですか？ああ、最近はずっとあんな状態だよ。車はあの1台だけですか？うちの駐車場に置かれているのはあれだけだよ。スペースは決められているからね。あれ以上置きたいならよそを借りてもらうしかない、もらうかしないと。何を話す？ここにいる時間。ここにはだいたい朝の10時から夕方6時くらいまでいるよ。その時間帯以外はここに誰もいないんですか？ああ、そうなるね。ひとまずこんなところか。いろいろとありがとうございました。ああ、社長のことが分かったら私にも教えてよ。どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。神宮寺探偵事務所。ここでの用事は終わった。一旦事務所に戻ろう。
俺たちはミニが止めてある路上パーキングへと向かった。おかえりなさい、先生、朝音さん。事務所に着くと、横子くんが俺たちを出迎えた。どうする？車に乗ってから事務所の外から中に入る作業がなかったね。話す。誰と話す？陽子。先生、杉沢商事の登記簿をもらってきましたよ。陽子くんは一枚の紙を差し出してきた。そこには杉沢商事の設立時期などが簡単に記されていた。そして役員の欄に杉沢雄二以外の名前が一つだけ記されていた。野村忠信という名だ。しかしそこには同時に3ヶ月前に辞任した旨も記されていた。誰と話す？朝音。何を話す？野村。野村という名前を聞いたことはありますか？俺は朝音に杉沢商事の登記簿を見せてみた。野村。朝音はつぶやいてからすぐにうなずいた。ええ、兄が会社を設立した時から手伝ってくれていた方です。 お会いしたこともありますよ。一度だけですけど。何を話す？野村。明るくて話し上手でいい方だったと思います。兄は口下手なところがあるので、野村さんには随分助けられていたみたいです。なるほど。辞任の話は聞いていましたか？いえ、それは全然。兄は事務所を移転した頃からあまり会社のことを話してくれなくなったので。そうですか。役員を辞任した時にやはり会社も辞めているんだろうか。今の状況をどこまで把握しているかはわからないが、野村さんの連絡先はわかりますか？いえ、ちょっとそこまでは。あ、でも実家はもしかしたらわかるかもしれません。実家？野村さんは兄とは高校の同級生だったんです。ですから兄の卒業アルバムを見れば。なるほど。高校の卒業アルバム、15年くらい前のものか。何を話す？卒業アルバム。卒業アルバムを借りることはできますか？ええ、私確か兄から預かっていたと思うので、明日探して持ってきます。よろしいんですか？こちらから取りに伺いますが。大丈夫です。兄が見つかるまでは私もできる限りのことをしたいので。朝音は控えめながらも強い口調で言った。今は何かせずにはいられない気持ちなんだろう。俺はうなずき、朝音の申し出を受けることにした。何を話す？話すのはいいや。戻って Y ボタンで持ち物を使います。送り状のメモ使う。陽子くんに見せてみるか。陽子くん、ちょっとこれを見てくれないか？俺は陽子くんにメモを差し出した。多分タイ語あたりじゃないかと思うんだが。タイ語。陽子くんはメモを見ると首を横に振った。いえ、似てはいますが少し違うみたいです。言ってみれば方言の違いくらいですけど。読めるかい？これくらいでしたらなんとか。陽子くんは軽く紙に触れながら文字を目で追った。
あら、この国。差出人の欄に目をとどめ、ヨコ君は意外そうな声を上げた。ムルソン。ムルソン共和国です。お懐かしい。ムルソン？俺は思わずヨコ君と顔を見合わせた。ムルソン共和国とは、東南アジアにある小国だ。俺たちは以前、とある事件で少なからずその国と関わった。すでに終わった事件ではあるが、懐かしいというにはまだ痛みのある記憶だった。首都のダバイにある会社から送ってきているみたいですね。どうする？話す。誰と話す？アサネ。何を話す？ムルソン。ムルソン共和国ですか？アサネは俺の質問に首を振った。前にニュースで聞いたことがあるくらいでしょうか。兄から聞いたことはないと思います。誰と話す？アサネ。では私はそろそろ。今日はありがとうございました。アサネは頭を下げるとドアへと向かった。ヨコ君が見送りのためその後に続いた。あ、この近くにコインパーキングか何かありませんか？車で来ているんですけど、ちょっと遠いところのしか見つけられなかったので。そうでしたか。すぐ近くにありますよ。ご案内します。ヨコ君は朝寝と並んで事務所を出て行った。どうする？考えます。俺はタバコを加えるとジッポのホイールを回した。さて、これからどうすべきか。いぶされた煙を深く吸うと思考が鮮明になってきた。今目の前にある事実は2つ。外国人らしき男が不在の有事の部屋を見張っているということ。有事の経営する会社は借金に苦しんでいたということ。有事の不在は夜逃げという可能性もある。だが、それにしても部屋を見張る男の存在が不可解だ。一体有事とはどういう関係なのか。俺は支援を食い入らせながら、これからするべき行動に考えを巡らせた。これから出かけられるんですか？え？ああ。壁の時計を無意識に見つめていると、ヨコ君が声をかけてきた。時計の針が18時を過ぎた頃だった。ユージさんのマンションに行かれるんですね。よくわかったな。マンションでのお話を聞いていたら簡単ですよ。伊達に先生の助手はやっていません。ヨコ君はいたずらっぽく微笑んだ。いつ帰ってきたんだ？どうする？話す。誰と話す？ヨコ。朝寝さんが会われたという人と接触されるんですね。ああ、その男が有事の情報を握っている可能性は高いからな。でも、陽子くんはつぶやくと軽く髪をかき上げた。その人が有事さんの不在を知った上で見張っているとしたら、ああ、おそらくその男は有事のことを。どうしている？探している。ユージのことを探しているんだろう。帰りを待つためにマンションにいたということですね。ああ、また姿を見せる可能性はあるだろう。俺は椅子から立ち上がった。
そういうわけで俺は出かけてくるよ。君はもう今日はこれで。言いかけた俺に陽子くんが微笑んだ。先生、私も何かお役に立てるかもしれませんよ。その人があまり日本語がお得意でないのなら。なるほど。通訳になってもらえると助かるな。頼めるかい？もちろんです。どうする？移動します。陽子が頼もしい。どこに行く？友人のマンション。じゃあ行こうか。ええ。俺は陽子くんを助手席に乗せると再びミニを杉沢友人のマンションへと向かわせた。空は暗灰色の雲に覆われたまま夜へと変わっていった。なんて読むんだよ。日に照らされることなく沈んだ空の下を通って俺たちは杉沢友人のマンションの前に降り立った。急に難しい字書く、出すな。話す。違った、ごめん。見る。動揺のあまり間違えた。何を見る？あたり。あたりに人の姿はなかった。俺たち以外の車も見当たらない。まだ来ていないようですね。まだならいいが、ここに例の男がまた来るという保証はない。だが、今はそれを祈って行動するのみだ。どうする？話す。誰と話す？陽子。ひとまず、ユージの部屋に行ってくれないか？部屋は202号室だ。不在を確認するんですか？念のためだ。ユージが戻ってきている可能性もないとは言えないからな。そうしたら調査も難なく終わるのだが。わかりました。陽子くんはうなずき、マンションの入り口へと向かった。さてと。俺は路上停車中の車内に戻った。あまり外をうろついているとこっちが不審者呼ばわりされかねないからな。どうする？見る。何を見る？マンション。マンションを見ていると陽子くんが2階の廊下に姿を現した。202号室のチャイムを鳴らし、陽子くんはその場に佇んだ。やはり不在のようだな。俺は運転席のシートに寄りかかり、軽く息をついた。そのまま、あたりに視線を滑らせると、サイドガラスに水滴が落ちた。小雨が降り出したようだ。俺はクマさんと飲みに行った、あの夜のことをふと思い出した。あの夜がまだ続いている。俺はなぜかそんな感覚にとらわれた。何を見る？マンション。杉沢友人の自宅兼事務所があるマンションだ。今は不在のようだが。何を見る？あたり。あたりを見ていると、やがて通りの向こうから一人の男が姿を見せた。何を見る？男。東南アジア系の若い男。浅根の言っていた特徴と一致する。この男か？浅根が会った男は。男はマンションの前で立ち止まり、辺りを見回した。そして、202号室の前にいる陽子くんの姿に目を留めた。何を見る？男。
男はあたりに油断なく視線を配っている。一度追い払われたせいだろうか、だいぶ人を警戒している様子だ。男はやがてマンションの入り口前へと移動した。陽子くんを待ち伏せる気だろうか。何を見る？男はあたりに注意を払いながら陽子くんを待ち伏せている。どうする？すぐに出て行った方がいいか？どうする？今は待ちます。俺は車内で陽子くんが出てくるまで待つことにした。するとほどなくして陽子くんが入り口前に姿を見せた。男は陽子くんの方へと歩み寄った。どうする？話す。誰と話す？男。行くか。俺はそっと車を降り男に近づいた。男がそれに気づく様子はなかった。杉沢に用？男は視線を陽子くんに向けたまま、たどたどしい日本語で声をかけた。ああ、そうだ。俺は男の背後から答えた。うん、そっちはどうなんだ？う。男は突然現れた俺にうろたえていた。杉沢雄二とはどういう関係だ？他人って。え？他人です。怪しいものじゃない。どういう意味だ？だから警察は。男はおどおどと俺の方を見た。どうも、管理人の脅しが効きすぎているようだな。俺も少し驚かせすぎてしまったか。しかし、思った以上に普通というか、あまり荒事に慣れていない感じだ。昨日の朝寝への対応も案外そのせいだろうか。誰と話す？陽子。先生、ここは私に。陽子くんは俺に目配せすると男に向き直った。なんか喋ってるよ。陽子くんは流暢な言葉で男に話しかけた。男は次第にほっとした顔つきになり、陽子くんに向かってうなずき始めた。ぷわーん。くらが天。何と言っているんだ？自分の友達がユージさんと友達なのだとおっしゃっています。この方はユージさんの直接の知り合いではないようですね。知り合いじゃない？ではその友達に頼まれてここを見張っていたということか？ええ、そのようです。何者だ、その友達とやらは？あと、この方ムルソンの人かもしれません。言葉を聞いた限り。ムルソンの？違う、関係ない。俺たちの話している言葉は一応理解できているのだろう。男は俺たちに向かい慌てて首を振った。なんだ？あまり素性を明かしたくないようですね。名前を聞いても教えていただけませんでしたし。どうにも謎めいているな。誰と話す？陽子。陽子くんは男と少し話した後、俺を振り返ってきた。先生、私たちは杉沢の何なのか
と聞かれたのですが、友達だ。俺は男に向かって答えた。友達。男は理解したというふうにうなずいた。そして再び横君に母国語らしき言葉で何事かを話し始めた。友達か。この男の友達はどんな理由でユージの部屋を見張らせているのか。あまり尋常とは思えないが、直接会って話を聞きたいところだな。誰と話す？ヨーコ。先生、ユージさんがどこにいるか知らないかと聞かれたのですが、ヨーコ君は再び俺を振り返ってきた。先生？そうだな。俺は少しの思案の末、男に言った。そのことについては、君の友達に直接話したい。会わせてくれないか？君の友達に。え？俺の言葉に男は悩むように黙り込んだ。この方では判断がつかないんでしょうか？かもしれないな。それなら、どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。名刺、使う。俺は名刺を男に手渡した。これを友達に渡してくれ。よければ、ここに連絡してほしいと。男は少しの沈黙の後、小さくうなずいた。俺が身元を明かしたことが、多少の安心につながったようだ。ポッカン、プロニー。男は予告にそう告げると、俺たちに背を向けた。なんだって？また明日と。明日。明日またここに来るということでしょうか。あるいは明日連絡を入れるという意味か。だな。俺は男の後をつけるのはやめておいた。彼らは必ず連絡を取ってくるはずだ。徐々に遠ざかっていく男の背中を俺はそんな確信とともに見送った。6月13日、神宮寺探偵事務所。翌日、早々に朝根が事務所に姿を見せた。兄の卒業アルバムを持ってきました。どうぞ。朝根の差し出したアルバムを、ヨコ君が丁寧に受け取った。ありがとうございます。お預かりします。後ろの方に名簿が載っています。野村さんの連絡先もそこに。15年前の連絡先か。そこから現在の連絡先がつかめるといいが。先生、こちらの方は私が調べましょうか。そうだな。うなずきかけたとき、事務所の電話が鳴った。どうする？見る。何を見る？電話。はい、神宮寺探偵事務所です。鳴り響く電話を陽子くんが取った。はい、少々お待ちください。陽子くんは受話器を置くと、やや緊張した顔つきで俺を振り返った。先生、ナークさんとおっしゃる方からです。ナーク？昨日の方の友達のようです。俺はすぐに立ち上がり、ヨコ君から受話器を受け取った。はい。杉沢のこと話したいと言ったのはあなた？少し訛りがあるものの、
流暢な日本語が受話器から聞こえてきた。ああ、そうだ。よければ直接会って話したいんだが。いいですよ。ナークという男は気さくな調子で俺の申し出を受けた。これからだったら時間あります。場所は中央公園でも大丈夫ですか？ああ。では滝の前で待ってます。手短に言ってナークは電話を切った。俺は受話器を置くと軽く息をついた。どうする？話す。誰と話す？朝寝。俺は朝寝に昨夜の一件と電話の内容について説明した。じゃあこれからそのナークという人と兄の話を？ええ。もしかしたらその男はユージさんの部屋に出入りしていた男かもしれない。そうでなくても何らかの関わりはあるかもしれません。その人も兄を探しているんですよね。本当に兄の友達なんでしょうか？わかりませんが、話してみる価値はあると思います。私も一緒に連れて行っていただけませんか？朝寝は思い切ったように頼み込んできた。その人とは兄のことで協力していけるかもしれませんし。協力？ええ、もしその人も兄を心配してくれているなら。果たしてそこまで期待できるだろうか？どうする？私は連れていかないけどね。でも連れてくんだってさ。連れていく。わかりました。ただ状況によっては私の言う通りにしてください。ええ、場所が場所だ。向こうもそう下手な行動は取らないだろうが。どうする？じゃあ移動します。どこに行く？中央公園。じゃあ陽子くん、行ってくる。お気をつけて。私は野村さんの連絡先を調べていますね。ああ。俺は事務所を出ると朝寝を連れ愛車の元へ向かった。車で行くんだ。公園通りのパーキングにミニを置くと、俺たちはナイアガラの滝を目指した。広場には本物とはほど遠いささやかな滝が飛沫を上げていた。どうする？見る。何を見る？立ち木。枝に引っかかっている紙切れに PINA という字が見える。一体どういう意味だ？何を見る？まあいつも通りね。あたりを見ます。あたりを見回したが、それらしき男の姿は見えなかった。まだ来ていないのか？それとも俺たちの様子をどこからか伺っているのか？何を見る？あたり。再びあたりを見回し、俺は公園通りの方に目を留めた。そこには俺たちの方へ軽快な足取りでやってくる男の姿があった。こんにちは、神宮寺さん。ああ、そうだ。君は？ナーク、遅れてごめんなさい。ナークと名乗る男は愛想のいい笑顔を俺たちに向けてきた。どうする？話す。誰と話す？ナーク。あなたはもしかして杉沢の妹？ナークは朝寝に気さくな調子で声をかけた。
へえ。なんか俺たち二人の顔を眺めました。そうか、神宮寺さんはあなたに頼まれたんだ、杉沢のことを。納得したようにナークは一人うなずいた。私も兄を探しているんです。だから神宮寺さんに頼んで。杉沢はあなたにも連絡してないの？ええ。そう、困ったね。ナークは大きく息をついた。誰と話す？ナーク。君たちはどうして杉沢裕二を探しているんだ？どうも尋常な理由ではなさそうだが。そうかな。ナークはとぼけるように肩をすくめた。ああ、でも僕の友達が彼女に失礼なことをしたみたいだね。ナークは浅根の方へ向き直った。この間はごめんなさい。怖くなかった？あ、ええ、大丈夫です。でも、あの時はどうして？ああ、僕とあなたを会わせようとしたみたいだ。あなたと話そうにも、彼は日本語得意じゃないから。あ、ああ、はい。昨日のとこを見るに、その説明に嘘はなさそうだが。しかし、それも焦った末の行動じゃないだろうか。すみません。あの時は私も驚いてしまって。気にしないで。あなた怖がったの、当然。なんか首を振ると浅根に微笑みかけた。あなた、名前は？浅根です。杉沢浅根。浅根さん、僕たち協力していけないかな？知っていることをいろいろ教えてほしいんだ。ええ、もちろん。代わりにそっちの情報も教えてもらえるんだろうな。俺は割り込むようにナークに尋ねた。いいよ。何が聞きたい？ナークはどこまでも気安い調子で応じてみせた。何を話す？ユージとの関係。君は杉沢ユージの友達らしいが。ああ、ビジネスパートナーの方が正確。ビジネスパートナー？そう、一緒に仕事してた。どんな仕事だ？それは秘密。守秘義務？では、マンションに行ったことは？会社？あるよ、何回も。管理人が言っていたのは、やはりこの男か。何を話す？ユージの捜索。杉沢ユージのことはいつから探しているんだ？おととい、11日の朝から。何か手がかりは？さっぱり。ナークは困り果てている風に頭を振った。行きつけのバーも探してるんだけど、誰も何にも知らない。その前までは生えていたのか？10日の昼にあったよ。それでさよなら。何を話す？杉沢庄司。他の杉沢庄司の人間と会ったことは？ないよ、杉沢一人だけ。話だけでも聞いたことは？それもないかな。杉沢とはビジネスの話ばっかりしてた。
杉沢商事に社員は誰もいなかったのか？何を話す？ナークの出身、これは教えてくれなそうだけど。君はどこの国の出身なんだ？日本。え？ああ、信じない？残念。ナークはふざけたような笑みを浮かべた。外国人の国籍や出身地は、それだけで多くの情報を含む場合がある。仲間やたまりは、時には所属する組織までだ。様々な縄張り争いが繰り広げられる歌舞伎町では、その意味合いはなおさら強い。この男はそれを明かしたくないのかもしれない。質問、終わり？僕も聞いていい？ああ。今度はこっちが情報を渡す番か。誰と話す？ナーク。俺は昨日ユージの部屋で分かったことをナークに話した。借金の督促状の存在は伏せておいたが。つまり、杉沢はもう部屋には戻らないってことかな。おそらく。へえ。ナークは表情から笑顔を消した。まあ汚い犬野郎って意味。吐き捨てるようにナークは言った。な、あいつは逃げたんだ。僕たちを裏切って逃げた。ナークは目に冷えた光を浮かべた。誰と話す？ナーク。どういうことだ？杉沢雄二が姿を消したのは、君たちから逃げるためだったというのか？ああ、それ以外思いつかない。借金に追われたからではないのか？兄が裏切ったって、どうしてそんなことを？ビジネスの話だ。詳しいことは言えない。そんな。朝寝は首を振るっとナークを見据えた。兄は正義感の強い人なんです。人を裏切るなんて、そんなことできるわけない。何かの勘違いじゃないですか？本当に裏切っただなんて言えるんですか？勘違い？だといいね。勘違いです。朝寝は土器のこもった声を張り上げた。じゃあ、朝寝さん、あなたが杉沢を僕の前まで連れてきて。え？それで杉沢が裏切っていないって、ちゃんと説明できたら早まるよ。ひどいこと言ってごめんなさいって。ナーコは朝寝を見る目に凄みをたたえた。それができるまで僕は言葉を取り消さないよ。杉沢は浅ましい。犬にも劣るクズだ。クッ。やめろ。俺は二人の間に割って入った。その辺でもうやめておけ。朝寝さんが何か言いたそうだけど。これ以上は意味がない。話は終わりだ。兄は、兄さんはそんな人じゃない。ナークは朝寝を冷ややかに一別した。その時、唐突に電話の音が鳴り響いた。どうする？見る。何を見る？ナーク。ごめんなさい。
ちょっといい？ナオコはポケットから携帯電話を取り出した。電話に出たナオコの表情は、みるみるうちに険しくなっていった。オーケー、すぐ行く。電話を終えると、ナオコは俺たちを振り返った。ごめんなさい。ちょっと氷ができた。また今度。それだけ言って、急いだ様子で公園通りの方へ駆け出した。何なんだ？何を見る？ナーク。俺はナークの背中を目で追いかけた。ナークは公園通りに出るとすぐにタクシーを拾った。その瞬間、俺もその場から駆け出した。神宮寺さん？追います。あいつの後。じゃあ、私も。朝音は戸惑いながらも俺の後についてきた。俺たちは公園通りに止めてあるミニへと飛び乗った。ナークを乗せたタクシーは新宿駅方面へと向かっていた。俺はそのタクシーとの間に他の車を挟んで後を追っていった。助手席の朝音は無言でうつむいていた。そこに涙があることに気づいたのは、靖国通りに差し掛かった頃だった。ユージさんは、あなたにとって、どんな人間だったんだ？兄は、ずっと、私の面倒を見てくれていました。うちは、父が早くに亡くなったから、兄が、私の父親代わりで、そのために兄は働き尽くしでした。ずっと私のために。いいお兄さんだったんだな。自分ばかり犠牲にするような人なんです。だから兄は絶対に人を裏切るような人間ではないか。人は様々な仮面を持つ。家族に対して、友人に対して、仕事仲間に対して、そのどれが本当と言い切れるものではないだろう。しかし、一人の人間である以上、その根本はつながっているはずだ。俺の中で杉沢雄二というに男はまだ形にすらなっていない。その人物像を突き止めることが、おそらく雄二の行方にも。そう考えていたとき、先を走っていたタクシーが道端に止まった。タクシーが止まったのは、一番街アーチを望む通りだった。ナークはタクシーを降りると、アーチの下をくぐり抜けていった。歌舞伎町に行くつもりか？俺たちも車を降りると、通行人に紛れながら、その後を追った。ナークは俺たちに気づいた様子もなく、路地裏の方へと進んでいった。その足はやがて、ある場所で唐突に止まった。遅かったか。ナーコはそう舌打ちするなり、すぐにきびすを返した。一瞬ひやりとしたが、俺たちに目を留めることなく、ナーコはその場から走り去った。何なんだ？どうする？見る。何を見る？あたり。俺は辺りを見回した。一軒の店の前に人がたかっていた。そして店の入り口には、スーツ姿の男が2人立ちはだかっていた。辺りは不自然に静まり返っており、どこか異様な雰囲気だった。
何を見る？店。看板にはムルソン料理店プリヤオとある。ナークはここを目指していたのか。あの男はムルソン人ということだろうか。何を見る？人々。あたりに集まっている人間の多くは東南アジア系のようだ。彼らはほとんど何も話さずに店の方を見つめている。彼らもムルソン人なのか。何を見る？店。しかし、なぜナークはこの店に。遅かったというのは。あ！その時、隣にいた朝音が入り口をハッと見た。クマさん、そこにいたのは見間違えようもない俺の友人だった。クマさんがここにいるということは、俺は嫌な予感に漠然と駆られた。遅かった。あの言葉が警察に気づいて言ったものだとしたら、その時若い男の方が俺に視線を向けてきた。妙に鋭い視線だった。なんだ？神宮寺くん？男をいぶかしむ間もなく、熊さんが俺を見て声を上げた。俺は熊さんが男と共に歩み寄ってくるのを無言で見つめた。この直後、俺はクマさんとの因縁を改めて思い知ることとなるのだった。クマさんがその時、向かい合っていた大きな事件。それは、3日前のあの夜にまで遡るものだった。サイレンの鳴った夜。あれから夜は明けることのないまま、今へと至っていたのだった。はい、ありがとうございました。一章からまた、なんかまた長かったね。これは、まあ編集はしないで、そのままお送りしようと思ってます。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。